天,天国ではとても美しく香ばしく快いのですが我々が現在住んでいる地上の世界つまりこの世の中は悪魔悪霊たちそれに従う人間たちが跋扈する厳しい世界です我々は悪魔たちから挑戦誘惑から打ち勝たなければなりませんこのような時動画を見る皆さんが悪魔たち 私から守ら守れるように私は祈るために大天使ミカエルのチャプレットを買ってきましたチャプレットとはロゼル用のような祈るための美麗な道具ですこのスライドの右下に写っている私の手に持っているものです。 このチャポレットの説明書ののののの表紙が、ここスライドの大天使ミカエルの図です。この説明書に書かれてある通り大天使ミカエルに助けを求めればこのスライドの図のように大天使ミカエルは我々を守ってくださり悪魔たちを打ち破ってくださいますちなみに大天使ミカエルはあの有名なフランスの海岸の 岩山の上に建てられた壮大なモンサンミッシェル修道院の最上の屋根の先端に像として建てられています。大天使ミカエルは天軍の総帥。 霊魂の保護者、反逆者、反逆悪魔に打ち勝った方、そしてなんと嬉しいことに日本の守護天使なのだそうです大天使ミカエルは神に信頼する私たちを全ての悪から解放し私たちを守ってくださいます私もこのチャプレットを使ってこの動画を見る,見る皆さんを聖書の神様つまり三密体の神様神キリスト精霊および大天使ミカエルが あなたを守ってくださるように、私は毎日お祈りしています。聖書の神様、ゴッド、つまり三位一体の神様、神、キリスト、聖霊、聖母マリア様、大天使ミカエルが、この動画を見るあなたを守ってくださるよう、私は毎日ロザリオとチャプレットを使ってお祈りしています。はい、お疲れ様でした。これで今回の健康勝利塾を終わります。 ご静聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。